個人差あます4は横山の生きづらさについて手術費を稼ぐために女の体を利用して酔っていると演技をして援助交際しようとしますホテルまで行って金もらって逃げようとしたそうですラが助けます気持ちは男でも体女なんだから危ないことをするなラが。 体女でも健康に恵まれてるんだからそれでいいじゃんかというとあんたやっぱり恵まれてきたんだな俺の人生は異性化をした時に終わったサッカーの試合で頭を打って異性化男子学生から女子じゃ相手チームをびっくりやと体を触られますいいじゃんか自分で胸揉み放題だし俺にも揉ませろよトランスジェンダーも性暴力は受けます男子なんだからいいでしょと私も体を触れたことがあります横山は男性の時に彼女がいました女性化しても相手は一緒にいてくれましたが俺は女性化してから気持ちが女性になっているということで別れを 出しましたセクシャルマイノリティより人間関係が続かず大切な人で決別しないといけない経験共感できる方いらっしゃると思います。